はい、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医、株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、今回は冷却塔のですね、密閉式と開放式についてですね、お話をしたいと思います。一般的な冷却塔はですね、開放式と言いまして、水を循環させてですね、熱交換器と冷却塔の間を常にこう水を循環させておいて、冷却塔の中に風をどんどん取り込んでですね、直接水を冷却するというのが開放式になります。これほとんどのですね、そうですね、世の中にある冷却塔の8割か9割はそのタイプじゃないかなと思います。それに対してですね、密閉式っていうタイプがあるんですけど、これは冷却塔の中にですね、銅のチューブパイプがですね、ずらーっと入っててですね、熱交換器から送られてくる冷却水はその銅チューブの中を通ってですね、また熱交換器の方に戻っていくと。で、その銅チューブの外側にですね、冷却塔から水を降らせて、チューブの中のですね、水を冷やすっていうのが密閉式というタイプになります。これ利点としてはですね、冷却水が外気、外部の風に触れませんので、非常にですね、水がクリーンを保てる、きれいな状態でですね、循環することができる。で、この密閉された中の冷却水については水の濃縮がですね、起こらないんですね。ですから、スケールの障害が非常にですね、起きにくい仕組みになっています。まあ、そもそもですね、そういう対策のために作られている、まあ、機種といった方がいいかもしれないですね。で、ただしですね、注意しなければいけないのは腐食ですね。水というのは水の中に酸素が含まれてますんで、その影響でですね、金属を腐食させるという特徴があります。ですので、この密閉式をご使用になられる場合はですね、スケールの心配は非常にこうリスクは下がるんですけど、腐食のですね、リスクが非常に高いというポイントがあります。なのでですね、防食剤も添加して中の金属をですね、配管の内側から守ってやるという必要があります。で、それと今度冷却塔の部分でですね、その銅のパイプに外側から水をですね、振りかけて冷やすんですけど、この部分にはですね、非常にそのスケールがつきやすくなるという特徴があってですね、で、その銅チューブの外側にスケールがつくとですね、今度中の冷却水が冷えなくなるという問題がありますので、結局はですね、スケール防止剤の併用がですね、必要となります。ただし熱交換器の方については非常に水がですね、クリーンなんで、設備を守るという意味ではですね、非常にそのこの密閉式という冷却塔は設備を長く使うという意味ではですね、非常に効果があるんじゃないかなと思います。ただし金額はですね、だいたい通常の冷却塔の3倍ぐらいしますんで、そこら辺の、イニシャルコストとですね、見比べて、設備導入をですね、検討いただければなというふうに思います。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水が冷えないなとかですね、冷却水が詰まってしまって流れが悪いとかですね、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジと検索をいただけますと詳しい情報をですね、ご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。